こんにちは、太郎です。本日は4月1日土曜日です。本日もですね、元気に田植えを行っております。で、本日なんですけれども、ついにね、まあ私の行っているこの三つ苗、まあこれのね素晴らしさ、こちらについてね、ちょっとね、お話ししようかなと思います。よろしくお願いします。まあ、それでですね、まあ三つ苗、三つ葉、高密度葉種、それをでの育苗した苗を使ってね、田植えをこのように行っているんですが、やっぱりね、まあ、メリットといえば苗箱が少なくできる、それに限ります。で、そのね、苗箱が少なくなる、これから派生するメリットがかなり多いんですよね。まあ、特にね、集まきをするからといって生育上のメリットはないと思うんですけれども、やっぱりね、この苗箱が少なくて済む、まあ、私の場合はですね、大体以前18枚で植えてましたので、この三つ苗導入前はですね、それと比べると今大体10枚前後から12枚、その間でね、設定をいろいろ変えながら植えてるので、まあ、大体半分から以前の6割ですね、それに、減らすことができております。もうね、これにしてからというもののかなりいいんですよね。じゃあ、はい、知り合いが通りましたが、まず苗箱が半分になったことで、田んぼ1枚あたりに使うね、枚数が減ります。まあ、それはもちろんなんですけれども、それによって何がいいかと言いますと、まずね、作業が早くなります。苗継ぎ回数、これも格段に減ります。で、私がね植えている地域、ほとんどがまあ一旦規格、痩せ規格、大型圃場というのはね、自分で合筆しない限りないような地域ですので、かなりねちっちゃいと思います。なので、まあ、逆にですね、ちっちゃいのでもう苗継ぎをすることがなくなりました。今まではですね、担当18枚使っていた頃はどうしてもですね、やっぱり一旦の田んぼとかですと、まあ田植え機ね、全部でね、後ろに12枚、6畳なんで12枚、前に6枚という感じた形で、まあその程度は詰めるんですが、あとですね、それだけですとやっぱりね、途中で苗切れ警報が鳴って苗継ぎという風になるんですけれども、今はですね、もう担当12枚とかにしてるので、もうね、一発補助入る前に全満タンにして、農薬肥料類も満タンですね、そして1枚植えたらまた補充と、その補助の中での補充というのが極端に減りました。これがね、一番いいなと思っております。もうね、能率がね、格段に上がりましたね。やっぱりいちいち作業止めなくていいの で、補助上がるときって作業がね、中断しますよね。まあ、そういったときに苗継ぎをするというね、とてもね、なんだろう、分かりやすいね、ピットインじゃないですか。そういうね、補給作業という流れになりました。はい、で、その苗箱が減るメリットとしての2つ目は、まあ、補助の形がね、例えば農道から見て横長縦長あると思うんですけれども、苗継ぎ回数を少なくできることで、もう縦に長い補助はですね、農道の場所に関係なく縦向きで植えることができるようになりました。これもね、かなり田植えのペースを上げてくれている要因の一つですね。今ね、実際私の家の田植えて、まあ動画内でちょいちょい言ってますが、私と、まあ、祖父の2人で実質の田植え作業を行ってます。もちろん苗の積み込みとか、あと水を見て回るとかはですね、まあ祖母もいますし、私の父母もいますので、ね、
全部が全部2人でやってるわけではないんですが、主にこの植える作業というのは2人なんですよね。まあ、そういった中でね、もう祖父も80今年1なんで、そのねやっぱりいろいろ動くのが難しいんですけれども、俊敏にですね。ただこの密苗をしたことによってね、そういうなんて言うでしょう、お手伝いさんへの負担、その補助者への負担をねかなり減らすことができました。なので2人作業ではありますが、1日、まあね、この田植えで1丁って言ってもね少ないかもしれませんけれども、まあ多い日はね2丁ぐらい植えてですね、まあ、そういったペースをね2人作業ながら維持できてます。そしてね、まあ苗取り、だいたい軽トラ1台で1丁植える設定なんですけれども、110枚苗を載せております。まあ、それもありまして、苗取りに変える回数もですね、まあ、1日あっても1回なので、まあ、そういったのもねすごくこの、ね、能率向上にね寄与してくれてますね。で、苗箱が減るメリットはまだありまして、次はですね苗床が面積が半分で済みます。まあ、今までね育てる苗を半分にしておりますので、今までの、まあまあ、今までといってもね、もう密苗3年目ですので、まあ、4年前以降ですけれどもね、まあ、それまではですね、このだいたい早期のコシヒカリが12兆、まあ、他が8兆ぐらいあるんですけれども、種まきを2回してたんですよね。私の家のビニールハウスの一端を苗床として使いますが、そこをですね2回、しかもね密苗の専用の、まあ今ハシュケ専用のを買ってるんですけれども、それ買う前だったので、もうね3日間のハシュをね2回してたので、しかもお手伝いさん呼んでですね、それと比べると今はね、まあ、ハシュケの性能の向上によるものですけれども、まあ、苗も半分ってなったこともありまして、コシヒカリの種まき1回、そしてその、ね、2週間ぐらい置いて加工用米や飼料稲の種まきを1回と、そういった形になりました。ですので、そういったところでのですね経費削減、苗床の、ね、面積の削減、そしてやっぱり、ね、苗の数が少ないので、やっぱり管理するのが楽なんですよね。で、見て例えば、まあ、大体キャパが3000枚ぐらい、ね、あるんですけれども、私の家の苗床がですね3000枚を2回より1500枚を、ね、半分ずつ、ね、ポンポンとコシヒカリ加工前大体ですよ、まあ、そのぐらいってなってますので、今すごく管理が楽になりました。それがねやっぱりこの苗が減るメリットの3つ目ですね。まあ、そのあたりが大きいかなと思います。本当ねかなり楽ですね。まあ、もちろんそれで肥やしを減らすとかはしてないので、はい、生育状況は変わりません。でね、まあ、田んぼによって調整もねかなり柔軟にしておりますので、まあ始めた頃と比べるとね密苗の使い方上手になったかなと思います。続いてデメリット、まあ、デメリットというデメリットはないんですが、私が思うデメリットですね、密苗の。それを言いますと、まずちょっとねやっぱり風に弱いかなと。ただそれはね植え付け条件によって克服できます。なので私はもう克服した、ほぼね克服したと思ってるんですが、はい、風に弱いですね。あと、まあ、植え付けの本数によるんですけれども、やっぱりあのねメーカーさんが推奨してる密苗単頭7枚とか単頭5枚とか、そこまでなってくるとですねやっぱりピーキーですね。あとジャンボタニシが多い地域では難しいと思いました。私も最初ね7枚でやってみてたんですけど、ちょっとやっぱりねちょっと難しかったです。7枚はかなりジャンボタニシいる地域なんですが、私の地域は7枚は難しかったです。ただ10枚から12枚をねいいぐらいにねそのあたりで設定することによって、結構ね早期地域ですがもう密苗で完全にできるようになりましたので、もうそれはね克服できたというかね、まあ良かったかなと思っております。
もちろんジャンボタニシ対策としては、ね、スクミノの測定性をそれもしておりますので、田植え機につけてですね、そういった対策もバッチリ行っております。でデメリットの2つ目なんですけれども、収穫時期が観光と比べて遅くなります。観光と比べてですね、まあ、収穫時期というか生育が遅いですね。まあ、これは粗食をしていれば別に密苗とか関係ないかもしれませんけれども、私の場合ですと10日から2週間ほど遅いです、観光の方と比べて。まあ、当初ね、治病だからかなと思ってたんですよね。っていうのも密苗は従来の苗よりね、1週間ほど遅く種まきをして治病の状態で使うっていうのがね、まあ密苗の一般的なやり方っていうふうには習ってたんですけれども、まあ、それかなと思ってね、ちょっともう治病を使うのはやめました。むしろね、普通のコシヒカリ、観光のと観光栽培と同じような多種式でやっております。まあね、コシヒカリが今日明日で終わるんですけれども、苗の状態はこんな感じ。まあ、ちょっと黄色みがかってきましたが、まだ許容範囲だと思っております。こんな苗ですね。ちょっとね、内側がまあ老化してきたなという現象が出てるんですけれども、まあまだ使えてます。はい、まあ、そんな感じですね。治病を使うことかなと思ったんですが、どうやらですね、その次の年から治病をやめて観光と同じようにしたんですけれども、それでも遅れますので、まあ、もしかしたらね、粗食によるものかもしれません。ただ壺50株上まで去年ね試してみました。壺50株って言えばね、私が普段やってる45や37と比べるとね、まあ、結構植えてる方なんですけれども、まあ、ただ早期栽培のね、早期水筒って60、70、80とか推奨されてるので、それと比べるとまだ粗食なんですが、まあ、それをするとだいぶいいかなと思ったんですけれども、やっぱり遅かったので、まあね、ちょっとそれ以外の原因があるのかもしれません。まあ、もちろんね、私の場合肥やしもね結構効かせてるので、もう早くね収穫するというより、しっかり実をつけて売れさせて収穫しようという方に今シフトしてますので、それが原因かもしれません。ただ私の場合は10日から2週間ほど遅くなるようになりました。でデメリット3つ目なんですけれども、ちょっと徒長気味になりやすいですね。まあ、私は嫌いじゃないんですけれども、伸びた苗あまり、ね、好まれないですよね。まあ、私はね結構深水で植えることが多いので、あの苗がね上に見えて、水面から出て見えて安心できるので結構好きなんですけどね。まあでもあまりね好まれない状態とのことで、徒長状態がですね、なので、まあ、徒長しやすい、そこはありますので注意が必要かなと。で私の場合早期水筒で、ね、葉種も2月移植も3月末と割とまあ涼しい時期ですが、まあ、もちろんビニールハウス内なんですけどね、苗床は普通期の方は、ね、今から葉種とかそんな時期になるのかな。まあ、田植えがね6月頃まであると思います。そう思うともうかなり苗床ってね暑いですよね。もう気温も全然ね暑いので、そうなってくるとね徒長がねより目立つようになるのかなと、そう思いますね。まあね、その全てをねいろいろ考えると、まあそれぞれね、ああうちではやった方がいいな、やらない方がいいなとかメリットがね見えてくるとは思いますが、メリットデメリットでね、まあそういったところかな。けど私はね本当にやってよかったなと思っております。まあ、当初ね私もジャンボタニシが多いから無理だろうというのがね、なんか私の地域のね、まあなんか言ってたんですよね、みんなね、もうタニシが多い地域は難しいだろうみたいな。だけどいざやってみるとね本当ね良かったですね。楽、ものすごく楽です。で今もねほとんど苗継ぎせずに走ってると思いますが、今ねだいたい担当10枚切るぐらいの設定でやっております。まあ、ちょっとね苗を使いすぎたというのがあるんですけれども、はい、そうやってね柔軟にこのように設定もできるし、いいなと思っているところですね。なのでとてもおすすめです。最後にです、
っと観光の方がせっかく隣に植えてらっしゃるので、その方とのね植え状態の比較もして終わるかなと思います。はい、ということでただいま田植えが終わりました。一応ね今だいたいですけどね、もちろん前後します、だいたい単あたり10枚、その設定で植えましたが、まあ、私の苗の場合横送り30、苗取り標準、そして株間30センチ、坪何十37株ですね。ちょっとね隣の方が観光なので見せてもらおうかな。これが早期水筒がね、まあ、白とされ、まあいいとされているだいたい80株60株ぐらいでしょうか。どんぐらいかな、株間が半分ぐらいでしょうか。半分はあるな、20センチ、20センチ弱かな。うん、というところでおそらく60株ぐらいだと思うんですけれども、とするとね、はい、私の37株、まあ粗いですね。まあね、いいと思っております。これでだってね、ポット式はもっと粗いんでしょと思うとね、全然いいんじゃないかな。でつかみはね見てほしいんですが、つかみね、ほらだいたいね5本平均かな、見るとね5、6本平均。これがね私のタニシ対策の味噌でして、つかみは多いですね。まあ向こう分月が多いとかね、あまりつかみが多いのは良しとはされませんけれども、これがねタニシ対策、もうね外側は食われてしまえと、で内側が残れという感じですね。あと私が思ってるのが、大きく取った方が根っこが大きいですよね。その分ね、まあおそらくですけど、まあ根っこがある程度伸びてるとして、このね例えば真ん中あたりのね苗の根っこがわーっと一番ね体積的にあると思うんですよね。この一株一つまみのですね、それがいっぱいあると、なんだろう、吸い上げる力も強くてねいいのかなと。あまりねちょっと掴むとですね、上痛みも激しかったんですよね。上痛みが露骨に減りましたので、この掴みを大きくしてからはタニシ対策と思ってましたが、それ以外の効果も出たようです。風対策にもなってますね。まあいっぱい取った分残る可能性は高いなと、そういうふうに思っております。またねちょっとこれの詳しいところは別日に動画にしてみようかなと思ってますので、やっぱりねタニシが多いから、そしてね早期水筒だとねまだ寒いからという理由でね悩んでる方いらっしゃると思うのでね、蜜苗の導入を、まあほぼね私の周りは蜜苗はタニシでできないと言ってるぐらいなので、まあ今は分かりません、これはね5年前ぐらいの話なので今は分かりませんけれども、はい、ちょっとね早期水筒の蜜苗のね私流のね考えてるポイントもね話しながら、もちろんねタニシがいるのは西日本ほぼいると思うので当てはめれると思います。ぜひねまた動画にしようと思うので、その時は見ていただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うんと思った方もですね、コメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。